モンちゃんです。サガトです。はい、サガットというキャラなんですけども、サガットというキャラは、基本的に近距離よりも遠距離に位置を位置取って、タイガーショットですね、タイガーショットを軸に立ち回るのが強いキャラだと思います。こっちがこうやってショットを打っていくと、相手は歩いたりジャンプして近寄ってくるので、相手がジャンプしてきた時にはこのタイガーアッパーカットで対空する、これがこのキャラの勝ちパターンだと思います。この球を打って飛ばせて、そこに対空をする、これが理想ですね。近寄った場合ですね、近寄った場合でも、距離を離すためにいろいろ技を置きたくなるんですが、そういう時にはこの台形であったりとか、しゃがみ台パンチ、あとタイガー2ですね、タイガー2を使って距離を離しつつ、また先ほどのモードに行けると強いんじゃないかなと思います。はい、今回のサガットなんですが、今までタイガーキャノンの性能がですね、空中時には、半分ちょっとしか、当たらなかったんですけど、今回のバージョンではそれが全段当たるようになって、火力が攻撃力が上がってます。そこが、完全にアッパー調整になってまして、あと端でウルコン1のディストラクションを当てた場合も今回は全段ヒットになってます。そこがアッパー調整になってまして、基本的にもう強くなった要素しかないので、今回のバージョンではすごい猛威を振るキャラの一人だと思ってます。